始まるんだよ、新しい時代が。光月おでんはワノ国で生まれ育った。この国を知らずしておでんは名乗れない。誰かに暴れてるみたいだ。騒ぎになる前に止めないと。もう始めてたか。気が早い奴らだ。この強さはおでんにも引けを取らない。敵を成敗するのもまた万有だね。ワノ国はどこまでも奥が深い。この強さはおでんにも引けを取らない。なんて美しい桜なんだ。もっと近くで見てみたい。消し止め。森が甘かったか。すまない。鮮やかに咲き誇る桜、これぞまさに
ワノ国の象徴だよ。敵を成敗するのもまた万有だね。あっちにもうずうずする何かがある。まだまだ足りねえ。魔物の存在をカードが強い。任せてほしい。てめえらの武器をよこしな。リペル。見たか真打ち。死ぬ程度に僕は縛られない。まだまだ足りない。あそこにいるのはお菊さん。助太刀せずにはいられない。敵を成敗するのもまた万有だね。しまった、このままでいいんだ。飛び六方が潜んでいたとはね。でも万有の邪魔はさせないよ。橋の上での真剣勝負、侍なら干渉しないとね。おーい、金右衛門さん。
ここでござる。立ちできてよかった。趣味は上々でござる。この強さはおでんにも引けを取らない。お、あっちから冒険の匂いがする。こうなったらやるしかないね。狐火の金へも今再び参上つかまつった。何が万有だ、おくだら。連れ戻してやる、バカ息子が。てめえらの武器をよこしな。消し止め。必ず無念は。光月おでんである僕としては、土俵で負けるわけにはいかない。
敵を成敗するのもまた蛮勇だね。僕以上の光月おでんは存在しない。何度失踪する気だバカ息子。お前は俺から逃げられねえんだよ。消し止め。見たか、カイドウ。僕は蛮勇を通して成長したんだ。楽しそうじゃねえの。俺も混ぜてくれ。本物の光月おでん。消し飛ば。のか、僕がおでんを超えた。心ゆくまで蛮勇できた。もう僕は世間知らずじゃない。